メイスウェイト駅に着くと、エリザベスが配達をしに来ていた。僕マジックショーに出演するんだよ。グランドフィナーレっていう手品に必要なものを取りに来たんだ。まあ、それは素敵ね。駅には新しくてキラキラ輝く赤い電話ボックスがある。手品で使う赤いものはあれだな。トーマスは早速電話ボックスを貨車に積んだ。さあ、次はマロン駅に行かなきゃ。トーマスがマロン駅にやってくると、バスのバーティーが観光客を降ろしていた。やあバーティー、僕マジックショーに出演するんだよ。へえ、すごいね。でもここで何してるんだい？グランドフィナーレに必要なものを取りに来たんだよ。駅には黄色いデッキチェアがたくさん置いてあった。黄色いものってあれだな。デッキチェアが貨車に積み込まれると、トーマスは元気に出発した。そしてナップフォード駅に到着すると、そこにはヘンリーがいた。僕マジックショーに出演するんだ。すごいだろ。それは楽しみだね。ところで、どうしてここに来たんだい？実はあまり覚えてないんだけど、グランドフィナーレに必要なものを取りに来たんだ。青色の何かさ。青色か。ホームに大きな青い旗があったよ。きっとそれだ。青い旗はすぐにトーマスの貨車に積み込まれた。急いでトーマスはパーティー会場へと向かった。トーマスはあの手品師がきっと喜んでくれるだろうと思った。トーマスがパーティー会場に着いた。子供たちはみんなワクワクしていた。マジックショーが始まるのを今か今かと待っていたのだ。赤い電話ボックスに黄色のデッキチェア、それに青い旗です。それを聞いた手品師はカンカンに怒った。頼んだものと全然違います。赤い絨毯と青い箱と黄色いシートが必要なのに、それがなくてはグランドフィナーレできません。トーマスは落ち込んだ。マジックショーに自分が出ることばかり考えて、トップハムハット卿の話をちゃんと聞いていなかったのだ。行く場所は合っていたが、持ってきたものは全て間違っていた。ごめんなさい手品師さん、僕がちゃんと聞いてなかったんです。もうマジックショーが始まる時間だった。その時トーマスにいい考えが浮かんだ。荷物を下ろすのを手伝ってもらえませんか？今から正しいものを取ってきます。すぐに積んであったものが下ろされた。マジックショーを見る時間はなくなってしまうが、どうしてもグランドフィナーレまでに必要なものを用意しようと思ったのだ。